ファイフのロゴインターナショナルイメージインターオペラビリティフレームワークとは画像へのアクセスを標準化し相互運用性を確保するための国際的なコミュニティ活動である。ウェブの画像を記述し配信するための標準化された方法や画像の構造化配列に関するプレゼンテーションベースのメタデータを提供するためのアプリケーションプログラミングインターフェースが複数定義されている。 もし芸術作品、書籍、新聞、原稿、地図、巻物、単一シートのコレクション、アーカイブ素材を保有する機関がそれらの概念にファイフのエンドポイントを提供した場合、ファイフ対応のビューアーやアプリケーションは画像と構造化及びプレゼンテーションメタデータを使用や表示をすることができる。特定の閲覧アプリケーションにインターネット上にある 特定のコレクションの内容につながる多くのデジタル化プログラムが存在するが、通常数多くのコレクションが相互運用できなかったり、エンドユーザーや機関がデジタル化された素材を使用するために選んだビューアーに取り替えることもできない。ファイフはリポジトリ間の相互運用を可能にしたり、互換性のあるサーバーや閲覧アプリケーションでの需要を育てるために、クライアントとサーバー両方で、 共有技術を洗練するのが目的である。f i イ e の画像 API は標準の HTTP や HTTPS のリクエストへのレスポンスで画像を返すウェブサービスを指定する。URI はリクエストされた画像の地域、サイズ、回転、品質特性、形式を指定することができる。また URI は対応するクライアントアプリケーションに画像に関する。 基本的な技術情報をリクエストを構築することもできる。作成された高解像度ソース画像に対応した画像 API エンドポイントの主な利用目的はオパンシードラガンといったディープズーム形式の閲覧ツールで使用するために低解像度タイルをリクエストするクライアントを許可するためにある。f i v e のプレゼンテーション API はデジタル化されたオブジェクトや その他画像と還元コンテンツのコレクションの構造とレイアウトを共に記述した JSON LD の構造化ドキュメントを返す Web サービスを指定している。機関は各書籍、芸術作品、原稿、その他文化財の構造を記述したマニフェストを発行することができる。マニフェストは画像 API エンドポイントへの参照で構成される。マニフェストを使用する閲覧アプリケーションは ページごとのナビゲーションや画像の拡大表示や画像注釈といった機能を実装することでアーティファクトへの一貫したユーザーエクスペリエンスを生成することができる。f i イ e の検索 API はマニフェスト、範囲、コレクションといった単一の f i イ e リソースにある注釈コンテンツを検索できるようにしている。過去に散逸した原稿で現在様々なコレクションに散在している場合、 もし各コレクションが画像 API を通じてデジタル化した画像を公開した場合、研究者は互換性のあるビューアーで現行のための単一の一貫したユーザーエクスペリエンスを提供するためのデジタル的に組み替えたマニフェストを構築し公開することができる。画像 API は2011年末に大英図書館、スタンフォード大学、ボドリアン図書館群、フランス国立図書館、 ノルウェー国立図書館、ロス・アラモス国立研究所研究図書館、コーネル大学との共同作業として提唱され、2012年にバージョン1.0が公開された。プレゼンテーション API のバージョン1.0が2013年に、2016年に検索 API が公開された。ありがとうございます。